向きがずっと同じ方向向いてるかっていうのをしっかりチェックしてあげてください。顎がずっと地面とこう垂直になってるようにしっかり止めて首を動かす。朝はちっちゃくていいので確実にやるっていうのを意識してやってみてください。あるんですね。頑張ってこの頭のここはキープして、ここだけ肩だけこうひねるって感じ。だから角度変わりますよね。真ん中の軸をしっかりキープしてあげるっていうのが大事です。
膝が曲がってるぐらいの状態の方が動かしやすいんですよね。めちゃくちゃ膝が伸びてる感じっていうよりかはちょっと膝曲がってるぐらいにしたいので、目安としては一回ジャンプしてもらって